その状態で外に出るとどうなるのですか。アバターの記憶は上書きされずに消え、あなたたちはプログラムに入る前の状態に戻ることになる。そこまで言う必要があるのか。でも全てを知った上でないと彼らだって納得できないはずだよ。ちょっと待ってくれ。プログラムに入る前の状態に戻るってことをさ、完全に消えちまうんだよな。この島に来てからのことを全部忘れちまうってことか。そんなの俺は嫌だぞ。嫌でもそれが現実。ここで起きた全てのことは誰の記憶にも残らずに意味なく消えていく。そんな状態で外に出ろとか悪い冗談だろ。冗談ではない。それがお前たちの過去だ。誰も自分の過去からは逃れられないんだよ。その過去を俺らは知らねえんだぞ。なあ、どうしてなんだよ。どうして俺らは超高校級の絶望なんかになっちまったんだよ。僕も外の世界で君たちに同じことを聞いたよ。でも誰も何も答えてくれなかったんだ。私の教育が行き届いていたようですね。ですが、私から言わせれば、希望だの才能だの憧れにしがみつくやつほど脆い。はあ？高みに登ろうと必死なやつってさ、そこから突き落とされた時のことを全然考えてないよね。きっと見晴らしのいい場所から他のやつらを見下ろすことに夢中なんだろうね。そんなやつを突き落とすだけなら簡単。その方法をざっと17,082通りは知ってるわ。要はあんたらが才能と希望を抱いた時点ですでに絶望は始まっていたのよ。説明になってねえぞ。だったらこう考えれば、あんたたちが超高校級の絶望だったのもこのゲーム世界の設定でしかないんだって。実はそこの未来機関の連中もそうだったりして、あんたらに
絶望的な希望を突きつける役割を持ったゲーム世界の登場人物にしか過ぎないなんて言ってるうちに、どこからどこまでがゲームなのか私もよくわかんなくなってきちゃった。ふざけてるのか。もういい、これ以上付き合ってられるか。さっさと強制シャットダウンを押すぞ。じゃ、その前におさらいしとかないとね。さーて、未来機関の希望が勝つのかな、それとも私の絶望が勝つのかな。よっしゃー、盛り上がってきやがったぜ。これはゲームじゃないのか。いやいや、ゲームだよ。殺し合い学園生活から続く希望と絶望のゲームだよ。だからこそ前の時にいなかったザコどもは脇役ポジションに追いやられちゃったんじゃん。また俺らをザコ扱ってる。だって本当のことだもん。そもそもあの殺し合い修学旅行だって先輩たちのためじゃないし、あそこにはもっと大事な目的があった。ある連中をおびき寄せるって目的がね。ちょうどいいからそれを問題にしよっか。問題？ここがゲーム世界である以上はたまに問題を挟まなくちゃいけない決まりがあるの。というわけで問題でーす。私は誰をどうやっておびき寄せたのでしょうか。ヒントは、秋っぽい私としては殺し合い学園生活と同じパターンは普通でした。クマッキー、さあみんなで